これはフランスのスタジオで曲作りしてた時ですね。これもパリのタトゥーショップです。タトゥー入れたんですか？タトゥー入れました、この東京ってやつを。この2つはハビットアートの2人の絵で、これ俺のなんですけど、パリ行った時の写真をもとに、その写真が赤と白と青の色が基本の写真で、それをその色使って3人が同じ色で絵を描いたらどうなるかってやって描いたやつです。リキッドルーム行くぞー。首振る準備できてるかみんな。みんな首振れ首振れ、行くぞ、暴れろー。首振れ、今日はプロジェクションマッピングとかあったり、まあ、ゲストもいっぱい来て、まあ、こういうギャラリーもあったり、初めてのことがいっぱいあるんで楽しみっすね。小箱っていうかライブハウス、あんま大きくないところ中心で、その分もうパンパンでもカオスになってやばいことになったらいいなって感じです。小箱ならそれなりに入れないお客さんも出てくる。はいはいはい。そしたらまあその人たちはまあ次回でっかいところかまた別のところで来てくれたらいいなっていう感じです。楽しみながら気楽にやる、楽にしゃべあくびする、家の中ファブリスかけまくり、この香りマリファナ灰皿に。じゃあ1月からダートツアーが始まるんで、来てくれる人はぜひ来てください。 GSP サルー。あっ